みんなよく来たね、ジャムおじさんだよ。今日はみんなにマナーについてお話をするよ。よく聞いておくれ。はい。この中で静かにしないといけない場所はどれかな？公園、病院、山、病院。そうだね、病院は病気の人に迷惑がかかるから静かにしないといけないよ。テレビの前の君もマナーはしっかりと守るんだよ。じゃあ今度はパン工場を案内するよ。うわーい！君の前に見えるのがおなじみのパン工場だよ。丸、×、三角、四角ボタンで見たい場所を。これはチーズの小屋だね。チーズが生活をする場所なんだよ。ここは倉庫だよ。いろんなものを保管しているんだよ。それとアンパンマン号の車庫にもなっているんだよ。ま、ここにはジャムおじさんの部屋があるよ。ここで本を読んだり寝たりするんだよ。上にバタコの部屋があるよ。バタコは綺麗好きだからいつも片付いているよ。ここにはパン作りの部屋があるよ。ここでみんなの大好きなパンを焼くんだよ。おや、何か紙が落ちているよ。なんでしょう。何か書いてるわよ。赤ちゃんマンは預かった。助けたければ俺様のところまで来い。大変、赤ちゃんマンが。ジャムおじさん、僕行ってきます。くれぐれも気をつけるんだよ。はい、わかりました。アンパンマン、お前にこの謎が解けるかな。どうやら棚のところに同じ形の石板を入れたら扉が開くみたいだね。どれだろう。君が教えてくれるかい。やった、ぴったりハマったよ。扉が開くよ。扉を開くにはもう一回答えないとダメなのだ。どうやら棚のところに同じ形の石板を入れたら扉が開くみたいだね。どれだろう。君が教えてくれるかい。やった、ぴったりハマったよ。扉が開くよ。バイキンマン、見つけたぞ。行くぞ、バイキンマンが攻撃
僕が合図したらボタンを押してね。いいかい？頼んだよ。スタート。よし。ピノ、チックしよう。その調子。よし。チックしよう。よし。チックしよう。よし。チックしよう。助かったよ。覚悟しろ、バイキンマン。アンパンチ。行くよ、バイバイキン。無事でよかったよ。さあ、みんなで美味しいパンを焼こうね。うわーい。これでこのお話はおしまいだよ。よく頑張ったね。頑張ったご褒美にカードをあげようね。ロールパンナちゃんのカードだよ。